海に対してリスペクトは常に持ってますね。海に入ることも自然が起こした波で乗らせてもらってるし、だから自然が好きです。小学校2年生の時からサーフィンを始めて、お父さん初めて乗った時もお父さんに押してもらったし、そっから何ヶ月もずっと押して練習してもらってたんで、うん、お父さんがサーフィンしてなかったら自分は絶対サーフィンに出会ってなかったと思います。お父さんがそうサーフィンしてたから、そのサーフショップにも小さい頃通ってたし、そのおかげでサーフィンに出会えたなって思ってます。僕の名前は村上俊です。24歳になりました。今はプロサーファーとしてやっています。癒されるっていうのが一番ですかね。やっぱ自然大好きだし、海に入ると、でもなんだろう、海から学ばされることってすごいあって、それこそなんか普通にサーフィンしないで生活してたら、その死ぬかもしれないって思うこともないし、その自然の恐怖っていうのもなかなか味わえることないと思ってて、それもなんかサーフィンの一つのいいとこなんじゃないかなと思って、まあ普通にただサーフィンやったらもう今は本当ライフスタイルみたいな感じだけど、別に特に思い入れあるわけでもないですけどね。好きでやってるっていうだけで。3年ぐらいそのウェーブハントやってたんですけど、やっと出会いたいのに出会えたんですよ。なんか自分たちが難しいなって思う波が結構やる気に変わりますね、そういう波の方が。波を見つけたから今度はその波に乗るっていう目標ができて、でそれ見たと同時に本当にこれ失敗したら死ぬんじゃないかなっていう、そのなんか恐怖感とかも、なんか嬉しさと恐怖感とかみたいな、すごい複雑な心境だったんですけど、とにかくすごい波で、で結局そのトリップで本当誰一人一歩も乗れなくて、その自分たちが求めてた波を目の前にしたのに手も足も出なかった、なんか新しい目標ができたなと思って、そのトリップから今度はその波を見つけたから今度はその波に乗るっていう目標ができて、だからもうそのトリップだけで得たものはすごかったっす。今年の初めの方に行ったトリップなんですけど、っていうトリップでした。今向かってるとこは、まあ、よく犬の散歩とか、あと自分がリラックスしたい時とか来る場所なんですけど、まあ海が綺麗で、この森もすごい綺麗で、あのいつも落ち着きたい時に来てます。
最初に来た時はそのウェイビーのサーフショップの人に連れてきてもらって、山本さんのサーフショップにいた、そのお店にいた人です。最近潮引いてるともう波ほんと良くないから。ダメだね。ダメっす。風も入ってるし。風も悪いし、まあ上げても期待できないだろ、はい、今日は。でもちょっと長根はできそう。多少できんの。長根だけだ。終わってる。終わってる。まあ全然練習にならないっすね、これは。今日はノーサーフだな。釣り日和です。うん、しょうがない。山本義秀と申します。通称よっちゃんって呼ばれてて、職業サーフショップ。旬との付き合いは幼稚園ぐらいですから18年ぐらいになりますかね。サーフィンをやり始めてからは彼が、小学校2年生ですから14年ぐらいの付き合いになります。師弟関係なんて思ったこと一度もないね。小さい子が一生懸命サーフィン上手くなろうとしていたから、それに手助けをしてやったってことかな。私は旬の師匠なんてことは思わなかったんですけど、小さい子が一生懸命サーフィン上手くなろうとしてるのに対して一つ一つ手助けをしてきたって感じですね。まあ子供みたいなもんだけどね。これだけ上手くなったってことは私もすごい嬉しいし、まだまだ努力するだろうしね。もうあとは彼次第です。やっぱ本当世界チャンピオンになりたいから人生全てかけるっていう選手たくさんいるから、そこは違いかなと思いますね。でも分かんないです。応援してくれてる人たちからしたら、なんかもう俺自体がその夢に一つの夢になってるのかなって思いますね。だからその分なんか背負うものも多いけど、その応援っていうのはすごい力になってて、辞めたかったっていうか、その辞めたいっていうか、その毎日サーフィンしたくなかった時はありました、うん、っていうかなんかもうその時スポンサーもいたしサポートしてもらってたから、もうそれがなんかもう使命みたいな感じだったから、海入ることが。だからサーフィンしてました。やっぱ家族とかその地元の人たちが応援してくれるからつって、その喜んだ顔見たいっていうのもあるんですよね。自分が小さいながらもう親が本当にきついだろうなって思うことはたくさんあったので、まず家族は自分の身を削ってでも俺の夢をサポートしてくれたからっていうのがあって、例えばその海外で試合やる時も、小さい頃はそれこそ両親が働いたお金でその海外に行かせてくれてたりとか、それこそ親もサーフィンの経験はそんなにないので、その試合に関してとか無知だったし、それでももう全力でサポートしてくれてたから、家族にはもう本当頭上がらないし、多分一生感謝し続けてると思います。なんかその一体感、すごい一体感を感じられて、言葉で表すのすごい難しいけど、なんか人といるとすごい気遣ったりするけど、自然といれば気を使うこともないし、海に入ることも似たような感じですね。結局波に乗るのが好きっていうのもそうだけど、何より癒されるっていうのが一番だと思います。海入って、まあ普通に浮いてるだけでもすごい癒されるし、なんかその一体感、すごい一体感を感じられて、なんか自然と触れ合えるっていうのはこういうことなんだなっていつも思ってます。だからサーフィンすごい大好きです。
マヒ、夕方海入る？夕方海入る？波良くない。入ろう夕方。バイバイ。あの子が今吉山でサーフィンすごい頑張ってて、で自分が7歳の時にサーフィン始めたんですけど、今あの子も7歳からサーフィン始めてて、で今一生懸命練習してて、まあ次の世代で上手くなるんじゃないかなって自分は期待してます。あの子にちゃんと学校の前の朝も練習して、放課後の後もサーフィン練習してるから、なんか自分の小さい時見てるみたいだなと思って、結構今自分が教えてることは教えたりとかしてて、それこそよっちゃんもあの子にいろんなその基本っていうのも教えたりしてるので、上手くなるんじゃないかな。オリンピック通してそのサーフィンっていうのをもっとたくさんの人に伝えるチャンスだなと思って、でサーフィンを知ったって言って、そのやっぱ試合から入るわけですけど、したら小さい子たちもその上手いサーファーになりたいとか、チャンピオンになりたいとか思えると思うから、自分が思い浮かべてる未来、理想の未来は子供がいて犬がいて、で庭の広い家で普通に釣りしたりとか、好きな時にサーフィンしてゆっくり生活、何不自由なく生活することが理想ですね。よっちゃんの中で思い浮かべてたその理想の未来かどうかは分からないけど、俺から見たらすごい幸せな人生を送ってるなって思うし、でよっちゃんはそのサーフショップ開いてやっぱ仲間をたくさん作ってみたいな、チームまでサーフィンし続けるみたいな、そういう風に見えるじゃないですか。別にスーパースターになりたいとも思ったことないし、なんか別に有名になりたいとかあんまり思ったことないですね。ただそのサーフィンを見てほしい、たくさんの人に見てほしいとは思ったけど、その自分自身が有名になってその自由が少なくなっていくんだったら有名じゃない方がいいなって思うことが多いです。自分がかっこいいと思ってることだったり、自分が正しいと思ってることやっていれば、なんかおのずとそうやって思ってくれる人はいるんじゃないかな、少しでもと思ってるので、やることは変わらずに自分が本当好きなことを追求してやって、それが後からも評価としてついてきたらいいんじゃないかなと思います。なんかサーフィンの本当の楽しさっていうのが、その自分の好きな波を乗って、その波を探すためにやっぱトリップしたりとか、仲間と一緒にそのいい波を探し回るっていうのがサーフィンのやっぱ楽しさだと思ってるから、多分それはおじいさんになるまで続けると思うし、やっぱ理想の波出会うまではずっとチャレンジして
探し続けたいですね。幸せな人生ですよね。